今度はカツラの可愛い相棒エリザベスの中身もエボリューション。杉田君、石田さん、一体どっちが2代目エリザベスの中のおっさんにふさわしいのか、これを競っていきたいと思います。2人ともエリザベスの中のおっさんになりたいか。おー、サダハル今サダハルって言ったのは石田さんの方です。いや違う、こんばんは、石田明です。うわひどいなこれ。杉田です、よろしくお願いします。頑張ります。杉田です。杉田君はいつもテンションが高いねそんなテンションの、いつも通りです。こんな杉田君見たことないし昨日カップラーメンを放置したらふやけてしまいました。でもそれはそれで美味しかったです。長いな、長いよこのコント。ふやけさせると美味しいのはシーフードヌードルで。分かったよ、分かった、シーフードヌードルね、石田さん。はい、はい、ではこのお二人にはエリザベスプラカードをお渡しします。どうぞ。はい、はい、ありがとうございます。テンション高い、はい、あー、これでエリザベス気分になってもらって、あの一応ラジオなんでね、喋っていいですよ。はい、あ、エリザベスなのにあれ、すいません、エリザベスなのに喋るの。こんなに食いつくのに石田さん初めて見たどうしよう、逆にこっちがテンパってきた。すいません、ちょっと呼び出しがもしもし石田です。え、あ、あ、そう、いや、まだ早いかな。何が、すいません、ゼッポンがあれなんで、これ終わったらちょっと現場に向かいますダメですよ、本番中は携帯切っといてくださいよ。このコントめんどくせえ